ベルベル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載する商品をご紹介いたします。ご購入等お問い合わせはベルベル人ウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は、31日ですねに掲載される商品となっております。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。ではまず T シャツから紹介していきます。まずはじめにチャンピオンですね。こちら80年代の50-50のボディです。で赤ボディでラバープリントが3段で入ります。定番のラバープリントのカレッジ系ですが、最近この辺女性の方でも、着用している方多く見かけるかなと思います。はい。僕で合わせて、気持ちゆったりするようなサイズ感です。サイズ感的にもこちらも女性におすすめです。お値段が6800円と消費税です。続きましても古めの T シャツですね。タグがスプルースです。でサイズ表記がミディアムです。こちら 100% コットンのボディで、白ボディで、こちらいいのが、バックプリントのみで、染み込みで入ります。染み込みプリントで大きいプリントいいと思います。で、コンディションも、使用感は結構あるんですが、古着慣れしてる方でしたら、全然着用に支障はないかなと思います。ミディアム表記で、僕はピタッとなるようなサイズ感です。お値段が6800円と消費税です。続きましてリーバイスの T シャツです。タグが80年代のヘインズです。こちら50-50ですね。サイズがミディアムです。黒ボディで、リーバイスの501入ります。やっぱりリーバイスの501、定番ですし、人気も高いかなと思います。古着好きなのがこれを着てれば一発でわかるかなと思います。ミディアム表記で、こちらは自分がゆったりするようなサイズ感です。お値段が7800円と消費税です。続きましてディズニーの T シャツです。タグが、これですね。サイズがミディアムです。で黄色ボディで染み込みプリントですね。ミニが入ります。で裏にもミニが入ります。後ろ向きのミニです。お花が頭に咲いてるデザインですね。でサイズミディアム表記で、僕がゆったりするようなサイズ感です。これもいいサイズです。女性の方は着てもいいと思います。6800円と消費税です。続きましてミッキーですね。先ほどミニーなんですが、こちらミッキーです。タグがこちらのタグがつきますね。で白ボディで、オールオーバーでピンク色のプリントで、ミッキーがたくさん描かれています。いろんな顔のミッキーがあります。怒ってるミッキーと真顔のミッキーと驚いてるミッキー、たくさんあって、いいですね。喜怒哀楽なミッキーです。サイズ感も結構見幅あって、今っぽいボックスのシルエットで楽しめるかなと思います。お値段が6800円と消費税です。続きまして、X-File ですね。タグがジャイアントのプリントタグです。サイズ表記がラージです。で黒の全体的に、フェードしてる感じなんですけれども、結構ムラっぽくフェードしてて、もうこれだけでちょっとかっこいいかなと思います。で胸元はフロントは胸元ワンポイントで X-File と入るんですが、バックに、フォトですね。これもいい T シャツかなと思います。袖裾は、ダブルで縫われていて、ラージ表記で、僕がゆったりめに着られます。これもいいサイズ感です。お値段が7800円と消費税です。続きましてレオナルド・ダ・ヴィンチの T シャツですね。タグはちょっと読めなくなっちゃってます。白ボディで、プリントが有名な絵ですね。プリント大きく入ってます。レオナルドです。で後ろは無地ですね。ダメージ等も比較的少なく、古めのボディですが、この辺もいいんじゃないですかね。サイズ感なんですけど、僕がピタッとなるようなサイズ感です。夏場1枚で着るってよりかはこの上にシャツとか羽織った方が、おしゃれかなと個人的に思います。7800円と消費税です。続きましてモノポリの T シャツですね。タグは欠損してしまっています。白ボディで、こちら、マックの、ハッピーセットについてきたものだと思われます。モノポリの、プリント染み込みで入ってます。可愛らしいグラフィックのデザインですね。でボディのシルエットも、かなりボックス目で、XL くらいあると思います。結構身幅ゆったりあって、これも肩落ちて今っぽい、シルエットで着れると思います。お値段が15,800円と消費税です。続きましてシャツですね。ラングラーのタグがつきます。こちら一番上は掛けボタンで60年代頃のものかなと思います。サイズはミディアムですね。15です。でこれいい配色ですね。青と黒と白と、赤の入るチェックですのウエスタンシャツっていう感じですね。60年代頃のこれも本当にいい配色かなと思います。
サイズ感僕がゆったり着れるようなサイズ感です。ちょっと細身の作りではあるんですけれども、チーミーも出てなくコンディションもかなり綺麗です。お値段が 15,800円と消費税です。続きましてもロングスリーブシャツですね。ラルフローレンです。サイズが XL です。こちらは 100% コットンですね。で、ヘリンボンツイルのような、柄になっております。これもいいですね。で、素材 100% コットンなんですけれども、ちょっと、ネルっぽいような生地感です。で、XL 表記なので僕だとこの辺は大きいですね。年代も浅い分結構サイズ感は大きめです。で、胸元に、ポニーも入らなくて、着やすいデザインかなと思います。ポニーなしですね。お値段が、6800円と消費税です。続きましてアーミーシャツですね。こちらタグがちょっと見えづらくなっちゃってるんですけれども、サイズ表記15ハーフですかね。ちょっと上の部分だけ見えます。で、肩はダブルで縫われてて、こちら 60s のものですね。ワッペン等もついていていいですね。古着を好きな方とかが、結構嬉しいんじゃないですかね。ダメージ等も、ちょっとポツンとあったりします。で、全体的に使用感があって、フェードしてるタイプです。で、こちらのアーミーシャツは、袖に、カフスがつくタイプですね。はい、カフスがつくタイプです。で、15ハーフで自分が、ゆったり着られるかなと思います。この辺お値段はお安めですが、着回し結構効くと思います。お値段が5800円と消費税です。続きましてスウェット類紹介させていただきます。まずはじめにチャンピオンです。刺繍タグのサイズ表記ラージですね。白ボディで、こちら前V の無地ですね。スクリプトとかも入らない完全に無地の目なしのタイプです。裏面も無地で白ボディですが、コンディションかなり綺麗だと思います。チヂミも出てないのでラージ表記ですが、僕は結構ダボっと着られるようなサイズ感です。お値段が7800円と消費税です。続きましてヘインズですね。タグがこちらの刺繍のタグで、サイズが XL ですね。こちら80年代頃のものだと思います。で、サイドにハギもついてて、形が、若干リバースっぽいような縫製になってます。で、完全に無地のタイプですね。裏面もプリントも入らないです。サイズ XL なので、この辺やっぱりダボっと着て可愛いシルエットで着たい方多いと思います。結構ゆとりあって、シルエット綺麗です。お値段が6800円と消費税です。続きましてチャンピオンです。こちらは80年代のサイズが 2XL です。で、白ボディで、ミッキーですね。チャンピオンでミッキーのスウェットです。こちら数そこまで多くないかなと思います。フロントの方に、汚れ、フロントでここに汚れがあるんですが、このプリントがちょっとずれてる入り方とかもおしゃれだと思います。コピーライトもしっかり乗りますね。ミッキー大きくプリント入って、こちらもインパクトあるデザインかなと思います。で、裏面もですね、フロントと同様に汚れがございます。この辺気にならない方でしたら、結構いいんじゃないかなと思います。サイズも 2XL で結構大きめですね。僕はかなりダボっと着られるようなサイズ感です。お値段が7800円と消費税です。続きましてもスウェットです。タグがこちらにつきます。で、サイズ表記が XL ですね。で、黒ボディです。黒ボディで、フロントの方に結構焼けあるんですが、白のプリントで、これもいい、メッセージ系かなと思います。で、こちら裏面にもプリントが入りますね。フロントのみのものがやっぱり圧倒的に多いので、バックプリントあるだけでちょっと嬉しいかなと思います。サイズも、身幅もしっかりありますし、僕が結構ゆったり着られるようなデザインです。お値段が6800円と消費税です。続きまして、大人気のスウェットですね。タグがこちらディスカスです。サイズ表記はミディアムで、こちら 50-50 のボディですね。白ボディのラグランで、発泡プリントで大きくイエール入ります。やっぱりイエールかなり大人気で、お探しの方も結構多いんじゃないですかね。で、こちらいいのが、豪華にバックプリントも入ります。はい、バックもフロントと同様にインパクトあるいいグラフィックかなと思います。プリントも大きいですし、コンディションも、そこまで、着衣に響くようなダメージは一切ないです。サイズ表記ミディアムなので、僕は気持ちゆったりするようなサイズ感です。こちら女性の方とか着ても可愛いと思います。お値段が7800円と消費税です。
続きましてリバースイーブですね。タグが90年代の刺繍タグです。サイズがラージですね。青ボディで、ラバープリント2段で入ります。いいですね。ひび割れてる感じも雰囲気出てると思います。で裏面は無地で、こちらも、ダメージはそこまで多くないかなと思います。サイズラージで僕が行ったり着られるようなサイズ感です。青ボディのプリント、意外と数そこまでないのでこれもおすすめです。12,800円と消費税です。続きましても90年代でこちらはサイズ XL です。で、リブ周りですね、ポツポツとダメージあります。ラバープリントが2段で入るんですけども、プリントも大きいですしプリントバランスもいいかなと思います。で裏面は無地ですね。はい。でサイズ結構大きめです。 XL 全然地味出てないかなと思います。僕かなりダボっと着られるようなサイズ感です。お値段12,800円と消費税です。続きましても90年代でこちらはラージですね。でグレーボディで、同じくラバープリントが入ります。これ、結構いいですね。まだ裏地もふかふかしててコンディションも綺麗かなと思います。プリントのバランスもこちらもいいですね。で裏面は無地で、ダメージや汚れも一切ないです。グッドコンディションだと思います。リブのチーミーも全然出てないですね。ラージで僕が、ゆったりするようなサイズ感です。お値段が12,800円と消費税です。続いても90年代のラージです。同じくグレーボディでラバープリント入ります。白の囲みが入りますね。こっちのタイプは、はい、これも人気な、プリントかなと思います。裏面も無地で、これもコンディション綺麗かなと思います。サイズラージで先ほどと同様のサイズ感です。お値段がこちら15,800円と消費税です。続いて、80年代のボディですね。サイズがラージです。でリブ周りポツポツダメージがあって肩の方にも1点ピンホールがあるようなコンディションです。古着慣れしてる方にしたら全然気にならないかなと思います。でプリントも大きめですね。ラバープリントが1段で入りますが文字も大きくて、これもインパクトあるかなと思います。裏面は無地です。で、同じようなサイズ感です。自分がゆったりするサイズ感です。お値段が12,800円と消費税です。続きましてジャケット類紹介させていただきます。まずこちらですね。チャンピオンのタグがつきます。こちら70年代頃の、ランナーズタグです。でサイズ表記が XL ですね。 XR ラージです。でネイビーボディで胸元にワンポイントラバープリントが入ります。でジッパーがタロンのジッパーですね。で襟元が、ネイビーと白のツートンの切り返しになってて、このリブもおしゃれだと思います。でバックは無地です。これも着やすいデザインかなと思います。サイズ XL で、身幅もかなりあって僕はガボッと今っぽく着られるサイズ感だと思います。お値段が6,800円と消費税です。続きましてもナイロンジャケットです。こちらタグがナイキですね。サイズが 2XL です。でいい読みですね。黒と白のツートンです。胸元にスウォッシュ入ります。刺繍で入ります。これもかっこいいですね。後ろも黒と白で、中央にナイキのスウォッシュ入ります。これリフレクターですかね。これも、外夜、走る時とかに着用していただければいいかなと思います。サイズ 2XL なので結構大きめですね。背180センチくらいある方で、着用できるものかなと思います。お値段が7,800円と消費税です。続きましてラルフローレンですね。タグがこちらのタグがつきます。パッチワークのジャケットです。色味もいいですね。全体的に緑とか黄色とかいい色味が多く使われています。裏面も豪華にパッチワークが施されていますね。こちらもサイズ大きめです。 XL くらいあると思います。僕だと結構着丈長めですね。こちらも、背の高い男性とかにおすすめです。お値段が9,800円と消費税です。続きまして、CWU の、インナーです。タグがつきますね。サイズ表記はミディアムです。ちょっと見えづらいんですけどミディアムですね。で、ダメージは、少ないんですけれども、全体的に、結構ステッチの抜けとかはありますが、まだまだ着用できますし、冬場もあったかいかなと思います。
裏面もですね、ここら辺だったりステッチの抜けとありますが、まあ、そこまで気になりはしないかなと思います。サイズも需要の多いミディアムサイズですね。女性の方とかがゆったりめに着用できるようなサイズ感です。お値段7800円と消費税です。続きまして、レザージャケットですね。タグがこちらグレイスです。5、60年代頃のものだと思います。サイズ表記は44ですね。で黒のシングルの、レザージャケットです。でジップがこちら、タロンジップ使われていますね。で、こちら右ポケットの部分ですね、ちょっとジップがこちらだけ破損してしまっていて、こちらも機能しない状態になっています。ですが、それ以外は目立つようなダメージと、着用に響くようなものはないかなと思います。でサイドにもジッパーがついてますね。こちらコンマのジッパーが、サイドについてて、こちらもジッパー両方とも、開閉全然支障ないです。でサイズ表記44なので、自分には大きいんですが、この辺も結構需要の多いサイズ感だと思います。サイズ合う方、結構かっこいいデザインですので、こちらもおすすめです。お値段12800円と消費税です。続きましてヴィンテージのエプロンですね。1点紹介させていただきます。ちょっと小ぶりなエプロンですね。こちら腰に巻くエプロンだと思います。自分がつけてこういう感じのサイズ感になります。ちょっと洗い物するときとか、料理するときとかに、使っていただければおしゃれだと思います。こういう感じで汚れ等も飛んでて雰囲気も出てるかなと思います。で耳付きですね。こちら緑の耳がついてます。いいディティールだと思います。古着を好きな方、テンション上がるディティールかと思います。お値段が6800円と消費税です。続きまして、リュックを、2点紹介いたします。まずはじめに、ウィルダネスですね。セブンティーズ頃のものです。で青ボディで、紐がですね片方、オリジナルは黒の紐だと思うんですけれども、青い紐に取り替えられてしまっています。ただこのツートンの感じも、おしゃれかなと思います。当時の前の持ち主さんが変えたものかなと思われます。で、カバンの中身のコンディションなんですけれども、結構使用感はありますが、まだ使えるかなっていうようなコンディションです。当時は、アウトドアとして使っていたと思うんですが、この辺今街中とかで使ってもおしゃれかなと思います。自分が背負ってみてサイズ感がこれくらいですね。はい、お値段が9800円と消費税です。続きましてオスプレイですね。タグがこちらにつきます。で黄色とグレーと黒ですね。これも色味いい色味かなと思います。で先ほどのものよりも、結構大きめのデザインになっています。この辺は街中でっていうよりかどちらかといったアウトドアとかで、古着を好きな方とかが、この辺の、ものとかもこだわって使うのがいいんじゃないですかね。で、作りも大きめなので中もかなり容量入るかなと思います。サイズも大きめでコンディションもまだまだ良いですね。ヴィンテージのリュック、2つともなかなか出回るものではないと思うので、お好きな方ぜひ行ってほしいです。自分が背負ってこれくらいのサイズ感ですね。ほんと結構大きめですね。アウトドアに持ってこいかなと思います。お値段が12800円と消費税です。続きまして、パンツですね。まずはじめにベン・デイビスです。こちらに、タグがつきますね。でジッパーがこちら古いジップですね。42の使われています。780年代頃のものかなと思います。でブラックのデザインで、ところどころペンキ飛びだったりリペアがあって、このペンキ飛びとかリペアとかも雰囲気として、結構かっこいい一本かなと思います。リペアもいいですね。はい、でサイズ感実寸で、こちらウエスト38インチのレングスが28インチです。でちょっと腰引っ掛けたりとかしてダボッと履いてかっこいい一本かなと思います。裏面もフェード感かっこいいです。お値段が、7800円と消費税です。続きましてリーバイスの501ですね。アメリカ製のものです。リーバイスの501で、パッチもまだ残ってますね。501で3431表記、これもゴールデンサイズですね。しっかりアメリカ製の赤タブもしっかり残ってます。で、まだまだ、全体的にかなり毛羽立っている色も濃い状態です。でレングスもオリジナルで目立つようなダメージも一切ないですね。
ちょっと実寸縮みが入っていて、ウエスト33インチのレングスが29インチです。これもゴールデンサイズで、いい縮み方だと思います。お値段が1万5800円と消費税です。続きまして、ファティーグですね。ジッパーがこちらにつきます。でこちらグリーンリーフのものですね。でサイズがミディアムショートです。かなりいいサイズなんじゃないですかね。で、リップストップ時のもので、全体的にこちらもコンディション使用感ありますが、まだまだ履けるいいコンディションだと思います。で実寸もいいですね。ショートなのでやっぱり履きやすいと思います。ウエスト36インチのレングスが30インチです。これもゴールデンサイズなんじゃないですかね。ミディアムショート、サイズ合う方多いと思います。お値段が7800円と消費税です。続きまして、スウェットパンツですね。リバースウィーブのスウェットパンツです。80年代のケアタグ付きで、サイズ XL です。で赤ボディで、ワンポイントで目がつきます。でこちら、ちょっと若干ポケットの内側がツートンっぽくなってて、これもいいデザインかなと思います。で赤いいですね。履いてる人いないので逆にいいんじゃないですかね。サイズ XL で、僕だと結構大きめなんですが、背の高い男性とか、逆にリブも結構効いてるので、ダボつかして履いても、それもおしゃれだと思います。お値段が5800円と消費税です。続きましてリバースリーブのショーツですね。タグがこちらです。こちらも同じく80年代の XL です。でグレーボディで、こちらプリントが入ってますね。下の方に。これもいいデザインかなと思います。ちょっと一箇所ですね、プリントの下の方に汚れがあります。で裏面は状態綺麗かなと思います。で XL 表記なので、こちら結構ウエストは余裕ありそうですね。ただ紐もついているので、絞っていただければ、これも、結構いいシルエットで履けると思います。お値段が5800円と消費税です。続きましてリーバイスの501のブラックですね。リーバイスの501で、こちらパッチも残ってますね。こちら3432表記です。アメリカ製の赤タブもしっかり残ってます。こちら、裏地が黒い後染めのタイプですね。はい。後染めのものだと洗い結構かかると全体的にグレーに、のっぺり落ちちゃうんですが、これもいいフェード感で落ちてると思います。いい色落ちの、ブラックデニムです。こちらパッチ表記もいいので実寸も、いいですね。レングスちょっと長いですが、ウエスト33インチのレングスが32インチです。ロールアップしていただいてもいいですし、背の高い男性とかでサイズ合う方にもおすすめです。お値段9800円と消費税です。続きましてリーバイスの505ですね。こちらジッパーが、YKK のジップが使われています。でパッチも残ってて、505の3332表記ですね。でこちら、ヒゲも結構出てて濃淡もくっきりしている、これもいい色落ちのデニムかなと思います。透明で見ても、ちょっと古そうな雰囲気出てるかなと思います。レギュラーのデニムでいい色落ちのやつって本当に、なかなか探すと大変だと思うので、これもかなりいい色ですね。こちら実寸が、ウエスト33インチのレングスが32インチですね。こちらも背の高い男性とかにハマるサイズだと思います。お値段9800円と消費税です。505もう一本紹介いたします。こちらジップが、こちらリーバイスのジップが使われていますね。でパッチも残ってて、こちら3334表記ですね。で赤タブもしっかり残ってます。はい。で、こちらも、かなりいい色ですね。ヒゲがさっきのものより、くっきり出てるかなと思います。で、1点ですね、ポケットの下の部分に、コアな1点ございます。ただ、先ほどものもこちらも両方レングスオリジナルで、色落ちもかなりいい色落ちです。後ろもですね、いい色してると思います。実寸がこちら、ウエスト33インチのレングスが34インチです。レングスちょっと伸びちゃってますが、この辺もサイズハマる方おすすめです。女性の方とかヒールとかで合わせてあげてもいいと思います。お値段1万5800円と消費税です。続きまして、ヴィンテージの、デニム紹介いたします。まずはじめにこちらフォアモストですね。ちょっと見えづらいんですけど、こちらフォアモストのボタンです。で、ドーナツボタン使われていて、40、50年代くらいのものかなと思います。で、いい色落ちしてて、全体的に、膝の部分とか、こちら生地が薄くなってたり、右足の部分は穴が開いてたりしますが、この辺もヴィンテージの雰囲気として思っていただければいいかなと思います。で、リベットはむき出しで、ちょっと錆汚れのようなものがございますね。
で、ポケットの部分ステッチの抜けが、両方ともございます。この辺軽く補強してあげてもいいかもしれないですね。で、股部分も、結構擦れのダメージきてますので、この辺も早めに、リペア仕上げた方がいいかなと思います。で、レングスもですね、ちょっとポツポツとダメージが来てる箇所がございますので、この辺もちょっと早めにやってあげてもいいかもしれないです。で、この完成された雰囲気の1本ですね。こちら実寸が、ウエスト31インチのレングスも31インチです。自分だとちょっと大きいですが、この辺も本当ゴールデンサイズで、細身の男性の方とかがハマるサイズ感だと思います。お値段こちら5万9800円と消費税です。続きまして、こちらリーバイスの 501WX ですね。リーバイスの 501WX で、こちらパッチが、しっかり残っているんですよね。印字もくっきり読めます。ギャラの表記はないですが、 501WX でウエスト38インチのレングスが32インチです。いわゆるギャラなしと言われているモデルですね。ただこちら、リベットの、スレーキュラの素材カッパー使われていて、当然隠しリベットまだついています。で、ベルトループオフセットで、ギャラありからギャラなしに変わった直後くらいのモデルかなと思います。で、こちら映像でも伝わると思うんですが、まだ若干毛羽立ってて、色も本当に濃いですね。色濃い状態です。で、こちら、パッチ表記がウエスト38インチのレングスは32インチです。ちょっと大きめではあるんですが、38インチ表記、この辺もサイズハマる方多いと思います。レングスはオリジナルで、こちら実寸がウエスト36インチのレングスが30インチです。サブロック30ですね。こちらも、店頭とか立ってるとお探しの方多いサイズ感かなと思います。まだ毛羽立ってる 501WX、 こちらお値段が39万8000円と消費税です。続きましてスペシャルですね。こちらストロングホールドのデニムパンツです。で、こちら布のパッチ、まだついてますね。で、この文字だけで、おじいちゃんの絵が描いてある、パッチになる前なので、こちら1920年代以前のものですね。1990年代初頭のモデルになります。で、この時は、当時はまだ、このサスペンダーボタンですね、サスペンダーボタンの素材が鉄だったので、ちょっとこの辺はもうすぐ取れてしまうんですよね。腐食しても取れてしまうので、サスペンダーボタンはついてた跡はあるんですが、物はオリジナルなんですが、もうすべて機能しないように取れちゃってます。で、新地バッグも、まだもうこの辺ももう針とかも刺さないと思うんですが、まだついている状態です。で、リベットもむき出しで古いディティールですね。はい。で、こちら色味なんですけれども、もう全体的に完成されたような、もう本当に炭鉱場で働いてた当時の方が履き込んで生まれた完成された一本かなと思います。で、こちら全体的にたくさんリペアはあるんですが、そこまで目立たないリペアが施されているので、まだ、履けるコンディションかなと思います。ただ家とかにディスプレイしてても、もう本当この辺はアートピースなものなので、雰囲気は抜群かなと思います。ディスプレイとしてももちろん、かっこいいです。で、ヒゲと膝部分と裾の部分もですね、いい色落ちしてると思います。で、こちら裾部分結構ダメージもきてて、この辺ちょっと直してあげてもいいかもしれないですね。両足ともダメージきております。で、裏面ですね。裏面も、全体的に、ポケットの箇所は両方ともリペアがされていて、股部分はそこまで擦れきてないですね。ステッチもオリジナルのステッチが使われていて、リペアの跡はないです。で、蜂の巣も、結構いかつい色落ちしてます。コントラストくっきり出ているような色落ちです。もう本当に完成された一本かなと思います。で、こちら実寸も、かなりいい実寸なんですね。ウエストが33インチのレングスが31インチです。この辺も、僕にはちょっと大きいですが、かなりゴールデンサイズかなと思います。履いても全然かっこいいですね。こちらお値段が、79万8000円と消費税です。